はい、こんにちは、のりです。今回の企画は、はい、新車のジムニー。これ JB64 って言って、はい、あのこっちのねシエラとは違うの。こっち普通車。普通車？こっちは軽自動車。お、はい。はい。ということで、うん、ちょっと普通車とはちょっと違うことがあるんですよ。はい。排気量。まあまあもちろんそうなんだけど。うん、これナンバー。後ろナンバーね。はい。はい、ああ変えるんです。ちょっとね、うん、ノブレスプレートつけてくれる？わかりました。はい。そこで何か違うっていうのが気づく。え？ナンバーないですよ。もうナンバー外してあるの。え、登録してないんですか？登録してある。封印がない。これね、うん、軽自動車封印がないの。あ、そうなんだ。そう、あ、そうか、知らんかったか。軽自動車で今後走っとるときよく見てごらん、後ろのナンバー。普通のネジ。そうなんだ。そう。あらまあ、あらまあ、初めて初めてやりますね、軽自動車は。そう、軽自動車だからね、はい、ある意味フロント用2ついるっていうことよね。ノブレスプレートが。そう。あ、そうなんだ。後ろのやつは封印で左から丸く大きくはないとるから ね、大きいですね。止められへんから。ああ、なるほど。おお、なんか新鮮。できた。はい、できた。はい、はい、はい。で、これね、はい、このジムニーはマニュアルなんだよ。うん、おお、ジムニーといえば、ジムニーといえばって感じがしますけど、ま、嘘、うん、のりちゃん的にはジムニーって言ったらマニュアルって感じするの？はい、マニュアルで、うん、まあ、がっつり何ですかね、岩の上走るみたいな。そうそう、なんか一足二足使うみたいな感じのイメージ。あー、そうなんだ、そうなんだ。ちょっと乗り込んでみて。はい。おお、じゃあいいのかな。うん、さあ、このマニュアルどんな反応するかな、のりちゃん。ん？あ、なんかちょっとあの昔ながらの感じですね、これは。長っ、うん、ノブが長くない？なんか長いですね、めちゃめちゃ。そう、そのなんだろう、昔の軽とかトラックみたいな感じ、うん、おしなかな。でもこのレトロ感もまたいいのかな。そうですね、これまたね、うん、数字見てごらん。あ、1速、2速、3速、4速、5速。あ、6速がない。お、6速ないね。6速ないんだこれ。あー、そうなんや。そう、必要ないんかな。必要ないっていうか、多分、うん、こっちのあのシエラあるじゃん。はい、シエラの方なんてもう4速オートマなんだよ。え、オートマなのに4速なんですか？オートマ4速今時あるんですか？え、だってオートマって言ったら7速とかも8速とかあるじゃないですか。そうそうそうよ、そうよ。4速。へ、トラックみたいだね。トラックみたい。あのね、多分僕の見解だと、はい、そのこのジムニーシエラってエンジン縦置きなのね。あ、はい。で、縦置きで、うん、結局ミッションの5速とか6速がないと思うんだよ。ああ、つまりそれをやろうと思うと新規開発しなきゃいけないから、ミッションを新規開発って言ったらとんでもない開発のお金がかかるもんで、はい、だから、じゃあ従来のエンジンを使っとると。従来のミッションを使っとる。ミッションか、うん、エンジンは変わったけど、エンジンは変わったけどミッションは変わってないっていう。あ、こっちもそうですね。なんだと思う。だから6速じゃないんだよね。でもちゃんと走ったんですかこれ。もう乗った。どうだったんですか。いや、なかなか懐かしい音したよ。あ、そうなんだ。まあ、それはまた私もお楽しみにしておこうと思って、ね、のりちゃんもちょっと乗ってみたくない？これ。いや、なんかどうなんだろう、難しいんじゃない。実際のりちゃんって、はい、こういう背の高い車って、あれ、スポーツカーが好きだもんな基本、うんうん、背の高い車は正直、うん、多分運転したことないんじゃないかな。この間ね、ちょっと席車運転させてもらったじゃないですか、うん、ああ、そうだよ。あれが多分、いや、東京都空まで行った時に、いや、のりちゃん実はね、席車マニュアルの席車を ね乗れたよね。すごいじゃん。あれでびっくりしたが、二足発進だってことね。あ、まあ、まあ、うん、二足発進できるんだよな。一足だともう本当にすぐ2にするんやか。あ、そうなんや。うん、まあ、二足発進でも大丈夫っていう。
これはまああんまり二足発進せん方がいいけどそうですね、こんな乗っちゃうよ多分じゃあちょっとのりちゃん外見を一周ぐるっと見てさ、はいはい、ちょっと感想を教えてほしいな。のりちゃん的にはこのグレーのマットどう思いますか？あ、これはすごいいい印象。いい印象、なんか多分昔だったら好きじゃなかったかも、正直な話ね。おうおう、けどなんだろう、ジムニーと合っとるんかな。合っとるよね、うん、なんかすごいかっこいい感じ。めっちゃかっこいい感じがするの、なんかね、戦闘機は言い過ぎかもしれんけど、なんかね本当に、うん、もうなんかかっこいい、ね、超クールって感じですよね本当に、うん、いい後ろ、まあ、結局ジムニーとシラってこれ、はい、オーバーフェンダーあるかないかっていうような違いなんだけどね。はい、うん、うん、そうですね、ボディは全く一緒なんだけどね。はい、だからまあ形は見慣れとるよね。そうですね、でもやっぱりこのシエラを見慣れてくると別もんよね。かわいい、かわいい、かわいい、シンプルでいい感じですね。ね、うん、これごっついもんね。そう、タイヤの太さが違いすぎて。タイヤ太いよね、これ。ね。これタイヤ。っていうか、うん、めっちゃ細いよ。細い。ほら。細い。細いよ。なんかあの車外ホイールみたい。車外ホイールみたい。ねえ、これでも純正アルミホイル。え、なんかかっこいいですね、純正なのに。最近の純正かっこいいね。しかもそれ円形製なんだ。マジで、うん、後ろに円形って書いてあった。あ、そうなん。そう、このホイール外して裏側ってことですか。そう確認した時にね、じゃあなんかスポーツホイールって感じ。うん、スポーツホイールだし、まあ、軽いよね。ほんでおまけにそんなに重くなかった、すごく軽かった。そうなんや。うん、こっちめっちゃ重たいけど。いや、もう見るからに重そう。これもう半蔵とか中蔵とか言っとる場合じゃないですもんね、これ。そう、本当に、ね、こっちは軽いわ、うん、でも、あるか、ん、ホイール自体は大きさは変わらない。ホイール、お、実はね、これ、うん、1インチ大きいの、シエラの純正より。あ、そうなんですか。そう、あっちに純正転がっとるよ。ん、これのシエラ。そう、15インチだ。15インチ。そっちは？こっちは、あ、16や。16や。え、なんで？これなんでかわからんの。逆みたいなイメージやけど。え、なんでだろうね。タイヤが、でもタイヤの大きさ的に外形はどうなんですかね。ほぼ一緒だと思う。ちょっと一回さ、うん、これ、はい、ちょっと立てて転がして。タイヤ丸ぜん、タイヤ丸ぜん。ここらへん、うん、あれ、なかなか考えた人センスあるよね。どう、外径、こう、まあでもインチ数の大きさはやっぱ右の方が小さいじゃん。そうですね。でタイヤを、うん、まあ、これちょっとレンズの問題で遠い方が小さく見えるから、はい、まあそうですね、あの重ねてみ、この重ねてみ、うん、重ねると外径がどんだけ違うかっていうのは、こっちが大きいんやけど、うん、若干大きいんや。タイヤがだいぶ分厚いのか、うん、そうやな。あ、意外と大きいな。結構大きいですよね。結構大きいな、うん、あ、びっくり。あ、じゃあまあ外形的にはシエラの方がやっぱ大きい。大きいや。だけどまあそのスピードメーターはこれぐらいだよ。そんなに大きな、その車検ダメっていうぐらいまでは、うん、差はない。差はないと思うけど。へー、あ、なんかすごいね。そうか、ちょっと待って、じゃあこれってタイヤのサイズは195-80-15、うん、あっちは175-80-16。80は一緒、80一緒だけど、こっちの方が細いから80で、しかも16インチだし、うん、そんなに大きくなるんかね、なんかな。でも上から見たらね、めちゃめちゃわかりますよ、これ、うん、あの膨らみが、タイヤのホイールめっちゃ引っ込んでるくて、これはそんなに、じゃあなんかなおさらそっちの方が大きくなってもおかしくない。なんでこっちの方が大きいんだろうね。わかんない、わかんない、まあ、あともう一つは、うん、これ重量があるもんで、ちょっとタイヤ潰れてるじゃん、はい、こいつは重量かかってないもんで、タイヤ全く潰れてないもんで、それもあるかもしれんよ。多少あるかもしれないですね、うん、でも言うてても軽いですよね、この子は。まあそう、うんうん、まあ、こういう違いが、面白い。これ実はね、うん、今日ここであやちゃんとシエラとジムニーの比較動画を撮ったの。あ、はい、あ、それでこの並べ方なんね。そう、その時にね、これ履かしたんだよ。
でどんだけはみ台になるかみたいなことやったんだ。それメインチャンネルでね。私も気になる、はい、OK です。なるほど、はい、あとはね、うん、俺グリルも一緒だしね、ライトも一緒だし、バンパーは違う。バンパーは違うのか。バンパーの幅が違う。あ、そうですね、あのオーバーフェンダーの分ってことですか、うん、これオーバーフェンダーの分、うん、まあ、これはあのうちが純正よりも、まあ、あの広げとるけど、このほどになってるけど、はい、ここは純正オーバーフェンダーと一緒で、うん、これここじゃん。あ、そっか。ちゅうことはこんだけ出とるよね、あのシエラの方が。はい、あ、そっかそっか。そうだから、これこれからエアロも開発する。そういうことですね、うん、マフラーも作って、マフラーも認証いって、はい、グリルは多分そのまま使える、アイラインも使える、使える。あとはインチアップをどういう風にしようかとか、ホイールを何にしようかとか、はい、まあ、ちょっとこれからカスタムどんな風にやっていくかっていうのをね、うんうんうん、まあ、やっていこうと思ってるんで、はい、またのりちゃんもね楽しみだね、これ完成見るの。そうですね、楽しみ。全然やっぱ印象は違う感じに一応する予定なんですよね、うん、まあこれは K で、オーバーフェンダーみたいな、うん、まあその1センチ未満だったら OK っていうから、はい、まあ、そこまでは攻めるか、うん、まあその辺もまた含めて要相談、そう考え中。わかりました。考え中です。はい、はい、ほいじゃあね、またのりちゃんも時々動画に出ますんで、はい、編集もねいつもいつも頑張ってくれてるね。一応大丈夫でしょうか。大丈夫かしら。大丈夫です。大丈夫です。はい、はい、でたまにライブ配信も、ね、はい、出てお邪魔します。思いますんで、はい、またよかったらチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。